定例市長会見を始めます。まずは秋元市長からお願いいたします。はい、本日も新型コロナウイルス感染症への対応についてお話をさせていただきます。10月下旬以降感染者数の増加を受けまして、11月7日には北海道の警戒ステージが3に引き上げられたところであります。本日も新たに138人の新規感染者が確認をされたと先ほど保健所から報告を受けたところであります。これ以上の感染拡大を防ぐために札幌市の取り組みを改めてお知らせをしますとともに、市民の皆様そして札幌を訪れる皆様への注意喚起行動変容のお願いをさせていただきたいと思います。まず市内におけます感染状況についてでありますけれども、10月の後半から感染者数が増加をいたしまして、1週間単位で見ますと今月に入りましてから急増している状況にございます。リンクのない新たな感染者も5割に近い割合というふうになっておりまして、市中に感染が拡大をしていると思われる状況であります。新規感染者数の増加に伴いまして、入院患者数も増加しており、昨日時点での入院患者数は147人となっておりまして、病床の逼迫というものが懸念をされるところであります。年齢別の感染者数の割合を見ますと、依然として30代以下の若い世代の方がその半数以上を占めているという状況でございます。しかし10月下旬以降はですね、40歳代以上の方の割合も増えておりまして、世代を問わず感染が広がっている状況でございます。今後の対応といたしましてでありますけれども、重症者患者を最小限に抑えるために重点的な対策を取ってまいりたいと考えております。介護福祉施設や病院でのクラスターということも発生をしておりますので、まずはこうした重症化リスクの高い方が多くいらっしゃる施設において、施設のご協力もいただきながら、陽性者の早期発見や早期介入などクラスター対策を実施をし、感染拡大の防止に全力を挙げて取り組んでまいります。先週からは厚生労働省や国立感染研究所の専門家をはじめ、北海道や国を通じて他県からも保健師等の応援職員の派遣をいただいておりまして、これらの対策に取り組んでいるところであります。次に医療体制の強化であります。医療体制の負荷をできるだけ軽減をするためにも、軽症や無症状の方にはですね、宿泊療養施設による療養で対応しておりますけれども、新規の患者数が急増しておりますことから、明後日13日から新たな宿泊療養施設を開設をする予定であります。また検査体制の拡充の点におきましても、来週19日から市内で2カ所目となります PCR 検査センターを開設する予定です。積極的な検査を実施できる体制を整備をして、より早期の発見につなげてまいりたいと考えております。次にすすきの地区の対策であります。これ以上、これまですすきの地区におきまして、接待を伴う飲食店などをはじめとしてのクラスターが発生が多く見られております。これ以上この地区から新たな新規の感染者をですね、感染を出さないために、11月27日までを集中対策期間として、営業時間の短縮などの協力を要請しております。事業者の皆様にはすでにポスティングによる周知をさせていただいたところでありますけれども、本日からは協力金支給対象期間となっておりますので、
改めて事業者の皆様にご協力をお願いをしたいと考えております。北海道とも連携をしながら、深夜の飲酒等の自粛を呼びかけるほか、店舗への直接訪問などによりまして、要請協力の依頼でありますとか、PCR 検査の検査の受験勧奨を行ってまいります。感染の拡大をここで、なんとか食い止めて、すすきのの町を守るためにも、徹底した取り組みが不可欠だと考えております。札幌市といたしましても、疫学調査の強化を図ってまいりますけれども、徹底した感染対策を実施をし、新たな感染者の発生をゼロにするためにはですね、事業者の皆様のご協力なくしてはなし得ないわけであります。特に接待を伴う飲食店におきましては、感染対策を徹底していただくよう要請をしていきたいと考えております。また利用者の把握などに関して、調査にご協力いただけない場合、こういった場合にはですね、やむを得ず店名公表といった強い対応も実施せざるを得ないと考えておりますので、事業者の皆様のご理解とご協力をお願いを申し上げます。市民の皆様、そして札幌にお越しの皆様におかれましても、新北海道スタイルの実践を宣言をしている施設、対策をしっかり取っている施設、これを利用していただきたいというふうに思いますし、やはり会食の際のですね、マスクを外して会話をするという時の感染リスクが高いということが言われておりますので、できる限り今食事の時以外のですね、会話というものはマスクをしていただきたいというふうに思いますし、大声を出す、あるいは長時間に及ぶ飲酒、こういったリスクの高い行動をぜひ避けていただくことをお願いをしたいというふうに思います。お一人お一人の強いこの意識を持っていただく、共有していただくということが大変重要だというふうに考えております。これまでの皆さんに取っていただきました対策、マスクを着用するですとか、あるいは3密を避けるといった基本的な行動、これを徹底をしていただくということがより重要だというふうに思っているところでございます。また深夜にわたるですね、飲食、こういったところでクラスターの発生ということが出ておりますので、長時間にわたる、あるいは大人数での飲食会食、こういったもののぜひ避けていただくよう重ねてお願いを申し上げたいというふうに思います。で、改めてありますけれども、これまでお願いをしておりますマスクの着用でありますとか、換気、こういった基本的な感染予防対策、このことをしっかり徹底をしていただきたいというふうに思っております。かなりの割合でですね、今陽性率というものも高まってきております。そういう意味では市中にこのウイルスが広がりというものが懸念をされております。そういう意味では、どこでも感染をする可能性、そういったものは秘めているという状況がございますので、お一人お一人、自分が感染をしているかもしれないと、他人に、人にですね、感染をさせないという強い気持ちを持って行動を取っていただく、行動変容をしていただくということを重ねて強くお願いを申し上げる次第であります。私からは以上です。ありがとうございました。幹事社質問に入ります。北海道建設新聞社の佐藤と申します。はい、最初の説明と重なる部分はあるかと思うんですが、市内では連日100人以上の感染者が確認され、感染者が急増している状況ですけれども、今後の感染拡大を抑えるために必要な対策と、クラスターを抑えるための対策について、どの点に重点を置いて取り組んでいくのか、改めて教えてください。はい、基本的にはですね、この新型コロナウイルスの感染を防いでいくというためにはですね、やはりお一人お一人の
本当に基本的な行動といいますか、まあ、マスクをしていただく、手洗いをしていただく、それと3密を避けるリスクの高い行動を避けていただくということが、まあ、一番の感染予防の武器だというふうに思っております。まあ、これまでもさまざまこういった取り組み、皆さん、多くの皆さんしていただいているというふうに思いますけれども、やはりちょっと気の緩みというか、例えば飲食の時の会話ですとか、休憩時間、職場などでもですね、休憩時間などでのちょっとした油断、まあ、こういったところから感染が拡大をしていくということがありますので、今一度皆さんに基本的な行動、感染予防対策をまず徹底をして、改めて徹底をしていただきたいというふうに思っております。その上で、やはりクラスター対策ということについて行政としてしっかりやっていかなければいけないというふうに思っております。ここ数日のやはり感染者の拡大ということが、まあ、連日100人札幌を超えるという状況がございますので、まあ、疫学調査、あるいはその症状を聞き取る、まあ、聞き取り、いわゆる聞き取り調査ですね、陽性になった方のへの聞き取り調査がですね、十分間に合っていないという状況があります。これはやはり専門の保健師等が不足をしてきたという状況がありまして、症状あるいはその行動履歴などについての聞き取り調査が少し滞っている。まあ、早く、そのところをつかまないとですね、例えばその濃厚接触者がいらっしゃる場合にはその感染を抑えていくということになりますので、その疫学調査を、まあ、積み残さないようにしていかなければいけないということで、11月に入りましてから、まあ、他府県、まあ、国からのですね、通じての応援体制ということで、まあ、11月7日から他府県、国等から応援の職員、保健師さん来ていただいてまして、今その遅れの挽回という状況になっております。で、札幌市の中もですね、各区の保健センターにおります保健師等も追加で職員体制補充しておりまして、まあ、このクラスター対策ということについて、しっかりやっていくという体制を取っていきたいというふうに思っております。ありがとうございます。もう1点お伺いします。今月下旬からは定例市議会も予定されていますが、はい、コロナ対策も含めた補正予算の考え方について現時点のお考えをお願いします。はい、まあ、今最終的な事務方の方ですね、調整も行っておりますけれども、まあ、こういった市内での急速な感染拡大ということも踏まえまして、感染拡大の防止、それから保健上の体制の強化と、こういったことなどを考えているところであります。また加えまして、すすきの地区に対する協力支援金、これは先決処分をいたしましたけれども、このことに対する報告、それから承認ということが議会に必要になりますので、そういった議案を提出する予定でございます。取りまとめ次第、改めてお示しをさせていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。加盟者の方で質問のある方をお願いします。北海道新聞の五十嵐と申します。はい、主にすすきの地区の観点でお話を聞かせてください。はい、まず今日からといいますか、11日から支援対象基金となったですね、営業時間の短縮や酒類提供制限が始まりますが、これのですね、感染抑止策というのがですね、どの程度になるものなのか、先日もですね、特養などクラスター発生されるなど、すすきの地以外でのクラスターも発生しております。で、専門家によってはですね、すすきの地区に限定した対策は非科学的だという方もいらっしゃる中でですね、市としては改めてどのように考えられているかお聞かせください。はい、一つはやっぱりすすきの対策をしっかりやっていくことと、それから他のクラスター、これを抑えていくという、これ両方やっていかなければいけないというふうに考えております。で、まあ、なぜすすきの地区で、この対策を取ったかということを改めてお話をさせていただきますけれども、
ちょっと出していただけますか。いや、あ、これじゃなくて、あのすすきのね、いろいろ関連になっているところです。あ、あのやはりこれまでのですね、疫学調査の状況の中で、すすきの地区の接待を伴う飲食店、まあ、ここからですね、他の飲食店、まあ、これ従業員の方とか利用される方が他のお店に行って、まあ、そこからご家庭に、あるいはこういったお店から家庭、学校、職場というようなところ、まあ、そこから同居している家族の方からですね、福祉施設や病院など、まあ、こういったクラスターの連鎖といいますか、感染の連鎖というものが疫学調査で、はっきりしてございます。とりわけ10月中につきましては、非常にこのクラスターの割合が非常に高かったということがございまして、まずは、ここのすすきの地区、とりわけこの接待を伴う飲食店など、深夜営業帯で、まあ、若い人たちが感染を広げているという状況がありますので、こういったところにまずしっかりとした感染予防対策を取っていただきたいというふうに思っております。そのために、先日、まあ、今日から実質協力金の支給ということになりますけれども、まずはこの営業の時間の自粛も含めまして、すすきのでの新たな感染者を出さないということをまず重点的にやっていくということが一点であります。先日知事と共同で記者会見をさせていただきましたけれども、単独グラフを出してください。人流のデータ、はい、これはすすきの地区のですね、午後9時時点での人流のデータを取ったものであります。まあ、9月の連休あたりも増えておりますけれども、先日の11月4日のですね、知事との意見交換、まあ、こういった中ですすきの地区に対して重点的な取り組み、踏み込んだ対策を取らなければいけないということを共同発表させていただきました。そして、先週11月7日からはその時短要請も含めて、させていただいたところであります。まあ、そういう意味でのこの人の流れというものについては、こういった形で、実際のところ人流が落ちているという状況であります。これはこのことをお願いをするということはですね、非常に経営的には大変な影響があるということでございます。まあ、そういった意味で、大変厳しい措置お願いをせざるを得ないということでありますけれども、先ほどご説明させていただきましたように、すすきのの接待を伴う飲食店などから他への感染の拡大、こういったことがつながっているという状況がありまして、まずはそこを新たな発生を起こさせないということのために要請をさせていただいたところでありまして、まあ、すでにこういった一定の人の集客効果ということについてはですね、削減効果ということが現れておりますので、ここを徹底をしていきたいと、このように思っているところであります。ご質問のように、これだけで今感染が拡大をしている状況が止まるということではありませんが、まずすすきの対策、そして加えて、まあ、医療機関ですとか福祉施設での対策、ここを徹底をしていくということであります。関連して再度質問です。そしてですね、その要請金が、20万円ということで、すみません、協力金ですね、協力が20万円ということで、正直、それだけではやっていけないという声の、お店の声とかもお聞きしております、でそれで実際にはその20万円では守られないということで、要請を受けない店も出てくるんではないかという恐れもあると、その中でですね、市としてはどう確認し、どのようにですね、実効性を持たせていくのか、先ほど、もう呼びかけなどをするということになったんですが、より具体的なことがあれば教えてください。はい、まずはその全体と
道路パトロール車で、その時間短縮と、それから利用されている方々、すすきの地区にいらっしゃるお客様に対して呼びかけをさせていただきます。加えて、すでに各店舗にポスティング、この制度を含めまして協力のお願いをしておりますけれども、各店舗を回って別班でですね、これは北海道と協力をして別班で、各店舗を回りまして改めてお願いをしていきたいというふうに思います。この協力金20万円で十分な対策ということにはならないという声を、これも承知をしております。私もこれは十分な、これはあくまでも営業保証ということではなく、協力をいただいた協力支援金ということでございますけれども、先ほどお話をさせていただきましたように、やはりすすきの地区に、感染の連鎖が起きているという状況からしますと、そこをまず徹底をして感染者をゼロにしていくということを、すすきの地区の皆さんにですね、事業者の皆さんにご理解をいただくこと、そのことがこのすすきの地区を守っていくことにもつながるというふうに思っておりますので、そういう趣旨をしっかりと お願いをして要請をしていきたいというふうに思います。これが今も、全国 の報道の中にでもですね、やはり一番最初に札幌の感染、すすきの地区ということで、出されております。そういう意味での風評被害的なものをなくしていくという意味合いでもですね、すすきの地区での感染を抑えていく、信頼を得ていくということが重要だということを、お事業者の皆さんにご協力をいただきたいと、ぜひここは強くお願いをしていきたいというふうに思っています。すみません、次で最後の質問です。感染がですね、これだけ急拡大している中で、新たなですね、追加対策などは、などは考えられてないでしょうか。はい、まずはやはり、先ほど言いましたように、お一人お一人の行動について徹底、感染リスクの高い行動を取らないということを徹底していただくというふうに思っております。でその上で、さらその感染が、そういった状況でもですね、なかなか感染が収まらない、何らかの措置が必要だということであれば、これ改めてまた知事とも相談をさせていただければいけないというふうに思っています。NHK の金清です。はい、今日から自宅での療養っていうのが、要はホテルとかに入れない方については、はい、認めるということで、道と市の、連携ということであったかと思うんですけれども、その決定に至る背景とかですね、あと原則その無症状者とか軽症者がその自宅で過ごせる方は過ごすってことになると思うんですけれども、そういった方にお願いしたいこととかとありましたらお願いします。はい、一つはですね、まず、病床の状況からすると、病床の全体は入院可能な病床を確保していただく数というのは、今360ほど床ほどございます。数字の上ではですね、昨日現在で147人ですかね、入院をされている方ですので、病床の数が直ちに逼迫しているという状況ではないんでありますけれども、いわゆるそのこの病床数というのは、他の病気、札幌は三次医療圏といいますか、救急なども担っておりまして、医療全体としてはコロナ以外の病気にも対応していかなければいけないという状況がございます。そういう意味では、この360床、さらに、強めても400床強というのがですね、札幌におけるこの病床の確保のある意味ではその最大値に近い状況かというふうに思っております。そういう意味では、今現在というよりは今後、先ほど言いましたように、高齢の方とかですね、他の年代に感染が拡大をしていると状況からするとですね、リスクの高い方が
発生をしてくるということもしっかり考えていかなければいけない。そういう意味ではこれからやはり重症の方への対応、やはり死亡する方をなくするということに重点を置いていく必要があろうかというふうに思います。そういう意味では医療機関についてできるだけその医療の必要な人、急にやはり症状があってですね、入院をしなければならないという人にも対応するためにも一定の余裕を余力を持った状態で推移をしていかなければいけないというふうに考えております。そうしますとまずはその医療機関には本当に医療が必要な方をすぐ入れるような状況にしておく。でそして宿泊療養施設についてはですね、これもあさってからもう1件増やしますけれども、これも全体で1000室ぐらいということになります。その範囲内で収まってくれればいいんですけれども、急増していくということになりますと、現時点でもその入院調整などで一旦自宅に待機をしていただく方というふうにがおります。まずはその年齢ですとかリスクの高さによって病院に入っていただく方、それからホテル療養で経過観察をする方、そして例えば全く症状のない方、若い方などですね、もっとリスクの低い方については自宅で療養していただくというような全体の体制を考えていかなければ今後の感染拡大がした場合に対応がつかないという状況になりますので、まずはこの入院のところに少し余力を持たすために、症状のない方、軽症の若い方などでですね、リスクの病変のリスクの低い方については自宅で療養していただくということも考えていきましょうということになった状況であります。とりわけこれはやっぱり札幌、急速に感染拡大をしている札幌に限定をしての対応と、北海道としてはですね、そういう状況になっています。ありがとうございます。あと先ほど市長からのご発言でもう自分がすでに感染しているその前提での行動というふうな強い呼びかけがあったかと思うんですけど、ちょっとやはりリスクが今上がっているということで、もう自分が感染しているというのを前提とした行動を取ってもらいたいという、そういう意味なんですか。そうですね、11月の2日から発熱外来ということで各医療機関に、検査診療もお願いをしてまいりました。これはこれから冬寒い時期に行きますとどうしても発熱される方、呼吸器系の病気がこれまでも増えるという状況がありましたので、検査体制の拡充を増やすという意味も含めて発熱外来、一般のクリニック病院で診療検査をしていただくという状況を取りました。10日、1週間ちょっとでありますけど、実はこの診療機関の中でもですね、いわゆる保健所経由でない診療機関で取っていただいている検査が1000件ほどございます。でそのうち陽性の方が15% ほど、150人ほどいらっしゃって、いわゆるその保健所の行政検査としてやっている人以外のですね、発熱のある方からのですね、陽性確認がやはり 15% ほどあるということは、かなり市中にこのウイルスが潜んでいる可能性ということを考えていかなければいけないというふうに思います。そういう意味で先ほどのすすきのの場所だけを、除けばですね、安心なのだ安全なのだというふうに考えていただきたくないというのが一番であります。いわゆるどこでも感染する可能性があるということを十分に考えていただく。また、このウイルスというのは症状がない状況でですね、感染を広げるということがありますので、普通ですとインフルエンザなど発熱がありますので何らかの症状はありますけれども、そういう意識がないままついマスクを外して会話をするなどの行為でですね、感染を広げているという実態がございます。
昨日のクラスター発表でも大学の関係者がですね、クラブの後に飲食を行って感染が広がったというような事例もございまして、こういったことからしますと、やはり自分が感染しているというふうに思っていただくことで、その注意をしていただく行動というのがよりこう鮮明になるのではないかなというふうに思っているところでありますので、まず自分がもし感染していたらどういうこと、外出をできるだけ避けるとかですね、そういった大勢での飲食を避けるという行動につながるのではないかというふうに考えておりますので、ぜひお一人お一人そういう視点で考えて行動していただきたいというふうにお願いをしたいと思っております。あと1点なんですけども、昨日クラスターが過去最多の4件発生したということで、中には特別養護老人ホームの方がスタッフ等も含めて50名以上ということで、札幌で言いますと明石家の件もありまして、非常に危惧している方が多いと思います。また北海道医療センター、以前こちらコロナ の拠点病院としてすごい、だったと思うんですけども、その医療の拠点と、あるいは特別養護老人ホームという重症化のリスクが高い人への感染というのが発生したことについて、どう受け止めているか教えてください。はい、やはり一番私も懸念をしていたのが、高齢者施設ですとか、病院等のですね、まずそこにいらっしゃる方、ご高齢の方、いわゆる重症化のリスクの高い方がいらっしゃるところですから、そこは、感染をしないようにということで、これまでも注意を呼びかけてきたところでありますけれども、やはり感染が、こういった形でクラスターが発生をしたときには、昨日すぐ現地対策本部を立ち上げてですね、現地の状況、そこに入所されている方の 病状、こういったものをいち早く把握をして、症状の重い方がいらっしゃれば、そういう方から優先的にですね、入院をしていただくというような措置を取るということが重要かというふうに思っております。そういう意味では、まずはそのクラスター対策、早期に現地で対応していくということ、これを徹底をしていきたいというふうに思っておりますので、職員体制もですね、複数こういった施設で、クラスターが発生をした時のために、いくつかのバックアップ班を用意をしています。医師職等ですね、そういった形で、今回国の方からの感染研究専門家の方にもお入りをいただいて、医師を中心とした専門職を現地に送っていち早く対策を取っていきたいというふうに思っております。病院につきましては、残念ながら感染者が出たという状況でありますけれども、もともと感染の専門家がいらっしゃるところでありますので、保健所として、そこに注力をして指導をしていくということは必要がないかなというふうに思っておりますので、できるだけ、福祉施設ですとか専門家のいないところには保健所としてバックアップをしていく、そして、例えばその職員の方、従事をされている介護職、こういったところに不足があればですね、北海道とも連携をして、今そこへの応援体制、バックアップ体制というのもできておりますので、いち早くそういった応援体制につなげるようにしていきたいというふうに思っています。北海道新聞の袖山です。自宅療養について、お伺いしたいんですけれども、自宅療養の場合、健康観察を、行っていただくというか、報告をもらうというような話を聞いていますけれども、容態の変化を、つぶさに観察できる状況ではないと思うんですけれども、そういったリスク管理、どのように行っていくご予定でしょうか。はい、先ほど申しましたように、まず自宅療養にしてをしていただく方については、若い方とかですね、リスクが低い方
をまず優先的にといいますか、そういった方にするということですが、まあ、そもそもが何でしょう、重症化するリスクの少ない方に入っていただく、していただくというのが大前提です。その上で、1日2回の経過観察は体温ですとか酸素飽和とですね、そういった状況、あるいは症状が変わっているか変わっていないかというようなこと、まあ、これは保健所の方からですね、状況を、入力していただいた状況に応じて健康観察をしていくということになります。ですから、まあ、基本的にはリスク、悪化するリスクの少ない方を考えているという状況でありますが、万が一の体制というのは、先ほど今申し上げましたように経過観察の中で何らかの形で症状が出たりした場合についてはすぐ即応するという状況でやっていきたいというふうに思います。あとですね、またこう実効性の確保、はい、担保のお話なんですけれども、外出しない、まあ、基本的には外出しないようにというお願いをすることになるかと思うんですけれども、以前他県ではこう外出してしまった例もあったかと思うんですけれども、なかなかこの行動制限をするというのは難しい中で、どのようにこう中にいてもらう、もしくはその食事の手配なんかもあるかと思うんですけど、ね、そうですね、食事については食事の宅配というようなことをですね、民間の事業者さんのご協力をいただきながら、現実的にはその外に買い物に行かなくても済むような体制を考えていきたいというふうに思います。で、やはりとはいっても24時間ずっとその行動を観察しているという状況ではありませんので、外に出ていくということもゼロということにはならない可能性もありますけれども、そこはですね、やはりこの感染対策ということについてしっかりご理解をいただくということが重要だというふうに思っております。ですから、100% 行動を監視するしているという状況は無理だというふうに思いますけれども、なぜその自宅療養をお願いをするのかということについてしっかりご理解をいただきたいと、その上で、自宅療養していただくということをお願いをしていきたいというふうに思います。基本的には性善説にのっとってお願いするしかないというのが現状なんでしょうか。そうですね、実態としてはそういうことになろうかというふうに思いますけれども、先ほど申しましたようにこの取り組みというのは、先ほど感染されてない方についても自分がもし感染したら行動を抑制してくださいということをお願いをしていかなければいけない、そういう感染症対策でありますので、そこを陽性になった人については特に、注意をお願いをしたいというふうに思っています。すいません、最後に食事の提供なんかも先ほど行うというような話ありましたけれども、はい、自宅待機者が増えれば増えるほどその人手も必要になるかと思うんですけれども、はい、今疫学調査も含め人手が足りている状態で、はい、どのように対応さ、先ほど申しましたように民間の宅配事業者さんのご協力などをいただいた上で職員がタッチしないでやるという方法で考えていきたいというふうに思います。すみません、読売新聞の大前です。そして市長の方は冒頭のお話の中でですね、はい、感染者が出たお店の方、例えば利用者の情報とか提供されない場合、店名の公表もしていくというお話あったと思うんですね。で、先生、これ前提として要はクラスターが起きたお店を念頭に発言されたという形なんですか。そうですね、これは考え方としては今までもこういうふうに申し上げておりました。店名の公表についての考え方というものは、利用、従業員の方は当然分かるわけでありますけど、利用された方が不特定多数いてですね、把握できない場合については呼びかけをさせていただかなければならない、そういった例というのが過去にもございますけれども、それに加えて、何でしょう、ご協力をいただけなくてですね、感染の経路を追っていけないという状況が出てくれば、これは疫学調査上支障が出るケースがございますので、そういった件については公表もやむなしというふうに考えているというふうに思います。それは要は今までとまたちょっと方針を変え、店名の交渉に関する方針を変えていくっていう、基本的な考え方は変わっておりません。
はい、改めてそういうふうに申し上げていきたいということです。今までも例えばその協力が得られなかった場合は、はい、まあ、やはりこう把握できない状況がございます。という理由で出したと、はい、あ、わかりました。朝日新聞の吉垣と申します。何点かあるんですが、まずですね、まあ、第2 PCR センターのお話が出ましたけれども、はい、これ規模としてはどのくらい数など、1日の検査数としては今ある最初の検査数と同じぐらいの規模、100強ぐらいを想定をしております。そうしますと第1と第2と合わせて、はい、まあ、200、はい、そうですね。そして、先ほど申しましたように11月2日からは各医療機関、診療所、クリニック等での検査、まあ、これも保健所からだけではなくてダイレクトに診療機関でですねお電話をいただいてそこで検査ができるという体制を取りまして、先ほどもちょっとお話しましたけど、まあ、この1週8日ほどで1000件ほど検査ができても1日100数十ですね、最近ちょっと数字が増えておりますので、まあ、こういった医療機関でも検査ができる状況になっておりますので、第2 PCR 検査センターの検査数としては先ほど申し上げたような100強ぐらいのところからスタートしたいというふうに考えております。そうしますと、まあ、今あとすすきのの PCR センターもありますし、はい、市としては検査体制としては1日どのくらい、合計で大体どのくらい、はい、発熱外来のところでですね、これは、まあ、検査だけではありませんけれども、大体その、まあ、2000件ぐらい取れる状況が、まあ、さピークであろうかというふうに思いますので、それら合わせると今大体1000件ぐらいが行政検査で取れておりますので、まあ、ピークで3000件ぐらいの検査ができる状況にはなってきたというふうに思っています。今現在はじゃあピークで、はい、3000件ぐらいは取れる。ありがとうございます。それから2点目として、まあ、すすきのなんですけれども、はい、今、まあ、すでに状況としてですね、すすきの抑え込みの、策を講じたもうその直後にバッとこう広がっている感がありまして、まあ、ちょっとその遅かったんではないかというような見方もあるように感じるんですが、はい、市長ご自身は、はい、このすすきの対策が遅きに失したというようなお考えはお持ちでしょうか。いろいろな対策の例えば時期だとか、はい、あるいはそのエリアの問題についてもいろいろなご意見があろうかというふうに思います。で、まあ、市としては今打てる対策として、先ほど申しましたようにやはり時短等の強い要請をお願いをするということになりますと、それなりの理由説明を していかなければいけないという状況があろうかと思います。ですから、ある程度その10月のですね、感染の状況、まあ、これが数もそうですけれども、いろいろな感染の拡大、まあ、クラスターの連鎖になっているという状況からですね、そういったデータもお示しをしてご協力をいただきたいということを11月の段階で、まあ、知事とも協議をしたという状況であります。すでに市内いろいろな、まあ、先ほど来お話があるようにすすきのだけじゃないじゃないかということではですね、まあ、その通りでありまして、それ以外の対策を取らないということではありません。まずはこのすすきの地区での感染をこれ以上新たな感染を拡大させないということをまずやるということに加えて、市中に広がった感染対策をしっかりやっていくと、この2本立てでやっていきたいというふうに思っています。ということは、まあ、やむを得ないというか、まあ、遅かったというようなお考えは、先ほど申し上げましたように一定程度ご理解をいただくデータの蓄積だとか、そういった状況での お願いだったというふうにご理解をいただきたいというふうに思います。はい、分かりました。それからもう一つ、今現在、まあ、今日は若干、まあ、若干というか数字上下がありますけれども、市長ご自身は、はい、まあ、この間の非常に多かった、まあ、道内全体で200と、これは
ピークと捉えていらっしゃいます、それともまだこの先にピークが、うん、正直どういう状況になるのかということが、今その明確に分かる判断できる状況ではないというふうに思っています。先ほど申しましたように、発熱外来のお話をちょっとさせていただきましたけれども、通常のその診療所に行かれている方からもですね、高い陽性率があるということは、今後も感染が広がっていくリスクがあるというふうに思って対応していかなければいけないというふうに思っております。ここでできるだけこの感染をですね、やはり少なくしていくための対策を取って、疫学調査も少し急速に感染者が増えたところからですね、追い切れないという状況がございまして、そこは今補強をして、他府県からも応援をいただいて、聞き取り調査をもうすぐ終わらせるという状況を取ってですね、感染の拡大を抑えていきたい、減少させていきたい、広がらないようにしていきたいということをしっかり取っていきたいというふうに思っておりますが、ピークになるのかどうかというところまでは正直分かりません。はい、少なくなるように対策を取っていきたいというふうに思います。すみません、最後に言って、ちょっと細かいことで恐縮なんですが、その無症状者、あと軽症者の方の、はい、自宅療養についてなんですけれども、これは知事と協議をして昨日あたりにこう判断、そういうことを支援を決めたと、どういうタイミングで、はい、北海道とはですね、やはり先日知事との会談の中で非常に札幌を中心に急速に感染をしていて、医療体制の今後逼迫ということが想定をされますので、まずはそのホテルの宿泊療養の開設を急いでほしいということをお願いをしてきました。加えてこれを開設した後についての対応などについてもですね、先ほど申し上げましたように、ある程度こう優先度というようなことをしていかなければいけないということで、自宅療養ということも合わせて協議をさせていただきたいということでお話をいただきました。させていただいて、北海道全体としてはですね、基本的にまだ基本的には入院か 病院か宿泊療養施設というのを大原則で北海道全体としてはあります。で、札幌は少し急速な感染があるので、自宅療養ということも認めましょうということで、これは今日です。11月11日からその考え方で札幌に限定してということで、北海道と話協議をして、結果そうなっているということです。はい、わかりました、ありがとうございます。共同通信の石黒と言います。自宅療養についてなんですけど、札幌市限定で自宅療養を無症状者軽症者にするということだったと思うんですけど、これはそういう方一律で全員そういう体制に今日からしていくということになるんでしょうか。無症状者の方は一律で皆さん自宅療養に、はい、切り替えていく本日からということになるんでしょうか。先ほど言いましたようにリスクの例えば年齢的なものを考えていくだとか、あるいはその、先ほど言いましたように基本的にリスクの低い方で、その時、宿泊療養だとかのですね、医療の病床の状況、それから宿泊療養の状況と、これが全体が少なくなってくれば自宅療養ということは原則なくなるというふうに思いますけれども、今非常に増えてきている状況なもんですから、全て原則通り宿泊療養と医療機関だけで対応するということになれば、早晩これはオーバーフローしていくということになりますので、本当に医療が必要な方を医療をそのための病床、それから次の若干経過観察が必要な方については宿泊療養で、それ以外のリスクの低い方については自宅と、これ3段階に分けてやっていこうということでありますので、感染状況に応じてそれらの、今原則拡大をしたという状況になってますけども、単純に無症状だけだから、例えば70歳の方で無症状の方を自宅療養ということはない。
もう1点関連してなんですけど、その先ほど民間の宅配業者にお願いをして、はい、食事を運んでいただくというお話だったと思うんですけど、それは自宅療養されている方には必須で届くようにお願いするものなのか、それとも自宅療養されている方が頼んだ分だけ、例えば朝と夜だけ来るとか、そういうような形になるんでしょうか。基本的にはその自宅療養されている方が外出をしないで済むようにですね、例えばその方のお家の状況によって、毎食をお届けをするという必要があるところと、ある程度まとまった食材をお届けすればそれでいいというような方もいらっしゃるかもしれません。だから基本的には食事の必要のためにですね、外出がしなくても済むような対応ということで、まあ、基本的には朝昼晩の食事を宿泊療養の時にお出しをしているように、まあ、お弁当なりなんなりを届けるというのが原則になろうかというふうに思います。わかります。ありがとうございます。再度すいません、北海道新聞の五十嵐です。ごめんなさい、ですね、GoTo イートの関連して お話を聞きたいと思います。今日ですね、昨日からですね、GoTo イートが始まったのですが、例えば今日のですね、衆院議員の厚労省委員会で、GoTo イート参加者の飲食店でですね、コロナの感染者の報告があったのがですね、4店舗8人というですね、北海道であったというような報告もありました。そんな中でですね、今日からまた始まったということに関して、まあ、もしはススキノの時短もですね、今日から始まったということでありまして、少しちょっと市民が混乱するのではないかなと思うのですが、これに関して市長はどのように感じておりますか。はい、この感染予防対策とですね、まあ、いわゆる経済活動ということについて、まあ、非常にやはり春先の状況というのはかなりその感染拡大の防止策について緊急事態宣言を出したり、あるいは外出の自粛をお願いをしたりということでですね、春先の時は非常にやっぱりこのコロナウイルスの状況というのは分からないということがあって、かなりその感染拡大を防止するところに力が入った、そのイメージがやはり住民の方もですね、市民の方もお持ちなのではないかなというふうに思います。で、現在はやはりこのウィズコロナということで、コロナウイルスが市中に存在をする状態の中で、いかに通常の社会経済活動を動かしていくのか、ただリスクの高いところというのは非常に分かっておりますので、先ほど言いましたようにGoTo トラベルのように旅行そのものが悪いとか、 GoTo イートで飲食店が全て悪いというようなことではなくて、会食の、まあ、会話をしていくということ、あるいはその大声で出すというようなリスクの高い行動を避けていただいてということを認識をしていただかなければ、ね、非常にそこがですね、難しいと言いますか、理解をしていただく、一律ダメですよとか、いいですよっていうことだと分かりやすいのかもしれませんけれども、今は非常にその両方をやるということが混在をしている状況がありますので、混乱をされるというご意見の方もいらっしゃるというふうに思います。ただ何度も申し上げておりますけれども、もうコロナウイルスが存在をする前提でいかに社会活動を行っていくのかということ、リスクの高い行動を避けていけばですね、かなり感染が拡大を防止ができるという状況が分かってきておりますので、そのことをやはり理解をしていただく、ように私どもも周知 PR をしていきたいと、こういうふうに思っています。北海道新聞の中村と申します。自宅療養に関してなんですが、まあ、いわば、まあ、トリアージ的な観点で対応されるということだと思うんですけれども、まあ、その先ほどその市長おっしゃったように、その高齢者とか他の年代に感染が拡大しているということから、その重症への対応に重点を置いていくというふうにお話しされましたが、まあ、これはその言ってしまえば、その市としてその重症患者さんへの対応に力点を置いていくという、まあ、方針を転換されるということなんでしょうか。
感染者が少ない時の対応と、やはりこう感染者数が拡大をしていて、先ほど言いましたように医療機関を含めての医療資源限りがあります。でそういう意味ではこう限りのある資源ということの状態になってきたときに、やはり優先順位をつけなければいけないという状況で、ある意味ではこれまでの対応からですね、先ほど申しましたように重症化リスクを避ける、そこに力点を置くところに今これだけの感染者が出てくると対応を少し、軸足を置かざるを得ないというふうに考えているということです。HBC の泉と申します。自宅療養についてなんですけど、先ほどこう3段階入院される方、宿泊施設で自宅療養でこう3段階で分けていくというようなお話があったと思うんですけど、そのお話の中でその自宅療養対応をするっていう方が、この高齢者だったりとか年代で区切るっていうことなんですが、どういう方をこう対象にしていくっていう範囲で今想定されているのかなっていうところ、もう少し詳しくお伺いしたいんですが、基本的にはその感染の状況、症病なんでしょう、身体の状況ですよね、基礎疾患みたいなものはあるのかないのかとか、年齢というのも一つあろうかというふうに思います。若い方だとほとんど症状が出なかったり、実際宿泊療養の時でもですね、何らの治療を要せずですね、一定程度の経過観察が終われば元に健康の戻られるという状況の方も多数いらっしゃいますので、そういった方も今ホテルに入っている状況になっておりまして、全体に余裕があるときは、先ほど申したように大原則としては医療機関もしくは宿泊療養施設でということは原則変わりません。で今例外的にといいますか、非常に感染者が急増している、でここで止まるということがあればいいんですけれども、今後も拡大をしていく可能性がやっぱり想定をしておかなければいけないという意味では、医療機関の病床をまずしっかり急変した人にも対応できるような体制、余力を持っていかなければいけないということ、それと宿泊療養施設、これも2棟目で選出確保しておりますが、引き続き確保することも道の方にもですね、協議をして進めていかなければいけないわけですけれども、今日明日すぐ別なところが開設できると、一定程度時間もかかりますので、宿泊療養にもある程度その余裕、何でしょう、必要な人をある程度段階を入れていくということは、年齢だとか、あるいはその方の健康状況だとか、ご家庭の事情、例えば、高齢者の方が同居しているような方だと自宅にというわけにもいきませんので、そういったいろいろなさまざまな状況を判断をしていく必要があります。そのためのやはり聞き取り調査ということがですね、症状だったり、その家庭の状況だったり、そういうことを聞き取りをしなければいけないんですが、その体制がここ数日やはり滞るといいますか、少しオーバーフローしているという状況がありましたので、そこに保健師の応援をいただいて、まずその聞き取り調査をしっかりやっていくという体制を取ったというところであります。非加盟者で質問のある方はいらっしゃいますか。なければこれで定例視聴会見を終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。